AWS Black Belt オンラインセミナーへようこそ。コンフィギュレーションシークレットマネジメント入門を始めていきます。このセッションでは、コンテナにおいてコンフィギュレーション、設定をどのように扱うか、AWS サービスを利用した変数の取り扱いについてご説明していきます。まず、皆様のアプリケーションを構成するコンポーネントについて考えてみたいと思います。 皆様が作成されているアプリケーションコードを実行するためには、その実行環境、ランタイムエンジンや依存するライブラリ、パッケージと設定によって構成されているかと思います。この中の設定、こちらにはどのような情報が入っているかといいますと、アプリケーションが稼働する上で必要となる動作環境ごとに異なる情報。皆様がアプリケーションを開発する際には、開発環境、ステージング環境、本番環境と、 様々な環境を使い分けて開発、運用されているかと思います。このような環境ごとに異なる情報ですね。それから変更頻度が高い情報というものも含まれます。いくつか例を挙げますと、アプリケーションから接続するデータベースの接続先、それから外部の API のエンドポイント、また開発時のデバッグのフラグですとか、同時処理数、タイムアウトの秒数といったものも含まれます。 このような設定を仮にソースコードに含めてしまった場合、どういった影響があるかといいますと、何か一つの値、例えば先ほどのタイムアウトの秒数を変えただけでも、ソースコード全体を再度ビルドし直したり、テストしてデプロイしたりといった作業が発生してしまいますし、ソースコードとか、この後出てきますが、コンテナイメージといったものが流出してしまった場合には、合わせて中の情報として漏れてしまうといったセキュリティのリスクが考えられます。 そこでコンテナではですね、先ほどの設定を除いたランタイムエンジン、依存ライブラリ、パッケージ、アプリケーションコード、この3つを1つのパッケージングにしていきます。これをコンテナイメージと呼んでいるんですね。では、設定はどうするのかというと、これは環境変数として外部から渡してあげます。コンテナイメージの中に設定を含まないことによって、 それぞれの環境に異なるイメージを作成する必要がなくなり、同じイメージを全ての環境で使うことができるようになります。また、この設定、どういった時に読み込みされるかといいますと、そのコンテナイメージを使ってコンテナとして起動するときですね、この際に設定を持ってくる、起動時に取得するというところと、あとは中で動いているアプリケーションが必要な時に都度取得するということが考えられます。これらのような設定を管理するサービスとして、 AWS のサービスを考えてみますと、AWS システムズマネージャーのパラメータストア、それから AWS シークレットマネージャー、Amazon S3 が挙げられます。では、実際にコンテナ環境において環境変数として設定を足している例についてご紹介していきます。こちらは Amazon ECS でパラメータストアを利用しているときの例となります。 タスク定義内のコンテナ定義にシークレットで指定することによって起動時にこちらの指定した変数が読み込まれます。それからタスク定義内のログ設定ですね、こちらにもシークレットオプションズで指定することができ、こちらの値を利用してログの送信先ですとか、ログ周りに利用することができます。注意点としましては、タスク起動時に環境変数として読み込むため、 更新が必要な場合には新しいタスクを起動してあげる必要があります。またですね、大量に取得する場合、つまり同時にたくさんのコンテナを起動する場合とかですね、こういった時にはスループットにもご注意ください。次にシークレットマネージャーを利用した方式です。 こちらも先ほどのパラメータストア同様、タスク定義内のコンテナ定義、それからタスク定義内のログ設定において記載することができます。また、シークレットマネージャーを使っているときには、特定の JSON のキーなど、柔軟な指定をすることができます。こちらの指定を行っていただくと、指定する特定のキーのみ取得するですとか、いくつか現在の値とか、一つ前の値ですとか、まそういったものも指定することができます。 注意点としては、こちらもタスク起動時に環境変数として読み込むため、更新が必要な場合には新しいタスクを起動する必要があります。またこちらも大量取得する場合には、秒間の取得上限にもご注意ください。次に Amazon S3 を利用する例です。 ECS のタスク定義では、エンバイロメントに個別でパラメータをセットすることもできますが、S3 にファイルとして置いたものを指定することもできます。その際は、タスク定義内のエンバイロメントファイルズの中で指定ができます。注意点としましては、こちらもタスク起動時に環境変数として読み込むため、更新が必要であれば新しいタスクを起動してください。また、タスク定義の中で指定できる S3 のファイルに関しては、最大10ファイルとなっております。 最後に、Amazon EKS でシークレットマネージャーやパラメータストアを使う方法をご紹介します。AWS シークレット＆コンフィギュレーションプロバイダーを Kubernetes シークレットストア CSI ドライバーこちらを使っていただいて、指定したマウントパスに対して取得したシークレットを配置します。これをアプリケーションから読んでいただく。それか Kubernetes が持っている Kubernetes シークレットの方と同居することができるので、こちらを利用して。 取得をお願いします本セッションではコンテナにおいてコンフィギュレーション設定をどのように扱うか AWS サービスを利用した変数の取り扱いについてご紹介いたしましたまた本日ご紹介した各種詳細についてはこちらのリンクにありますドキュメントもぜひご参照ください 本セッションはソリューションアーキテクトのナリオが担当いたしました。ご清聴ありがとうございました。Thanks for watching。ご視聴ありがとうございました。以降は AWS ブラックベルトオンラインセミナー共通のご案内です。Thanks for watching。